オスプライドです。前回の続きからやっていきましょう。折り紙キング、今回はパート8やっていきましょう。さあ前回ね、ここ土神寺院まで来たわけですが、ここを進めばもうあれかな、どうなんだろう、いける、土神様いる、行きましょう。あ、そういえばセーブしてなかった忘れとったわ。セーブして、さてここを壊して、お、なんだ、あ、あ、やばい、ほっ、お、オッケーオッケー、回収して先に進んでいきましょう。マリアさん、危ない、仕掛けがいっぱいで私心配です。ダメージを受けたら無視せず、アイテムを選んですぐ使ってね。オッケー。まあでも50あるんでね。あ、あ、ちょい早速くらった、15くらった、ちょっと待って、やばいよこれはいはい、あ、落ちる落ちる、待って、はいはい、オッケー、あ、回復あんじゃん、優しい、優しい仕様だ、今、あ、おっと、オッケー、オッケー、危な、OK、ここを埋めて、ここも埋める、耐えてこ、タイミング、タイミング大事って言って押せ落ちるわ、さすが、ちょ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 、いくよ、タイミング、ここ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 、急げ急げ急げ、危ない危ない、とりあえず15だったら、まあ、まあまあまあ、いや死ぬってこれ、さすがに使うか、回収してさ、アイテム足りないぞこれ、あー、ここのでっかいところで行けばいいか、でもどうやって行くのこれ、こっちに行くの、こっちだよね、こっちだよね、こっちだよね、どのどのタイミングで行くの、あー、わかった、あの木が出てないところに行くんだ、オッケーオッケー、ここここに入る、で一緒に回ってこっちの方に出ると、そういうことだ、オッケー、急げ急げ急げ、お、セーブブロックがある、ふい、中間セーブ、オッケー、あ、待って、熱い、待って、もう避けちゃうよ。この広いところで行けばいいのか。ここ。オッケー。危ない危ない。ここ。何今度は。あ、やばい。襲ってくる。やばい。遅。こう止めて。早く早く止めて。あー、危ない。いいといい。クリアがな、あ、死んだ、うっそ、ちゃっちゃと行く、これもう一回だよね、多分コインは回収しなくていい、急げー、はい、もう早く早く、急げ急げー、え、どうすんのこれどうやって行くの、どうやって行くねんこれ、え、どっかで横に降りなきゃいけないのこれ、はい、とりあえずここちゃっちゃと、急げー、どうすりゃいいの、わかった、わかんなさすぎる、やってこう、これさ、この穴に入れんじゃないの、ちょっと待って、まずこれでとりあえずこう埋めといて、ここ行けた、死んだ、大体こう、もう何回やんなきゃ、オッケーオッケー、とりあえずここ埋める、ちょっと埋める、で、で、ここ、この辺、この辺、オッケー、よっしゃ、いけた、あぶねー、あぶ
なかった。穴に入ってリスゴスなんてさすがですわマリアさん。いやマジで危なかった。危なかったっていうか何回しんどんねん。マックスアップハートプラス20、これでお HP が増えましたね。あ、こうやって増やすんだ。わーい、 HP マックスアップですわ。よくわかんないけど多分マリアさんの HP が増えたような気がします。しかもなんだかちょっとだけ強くなったみたい。気のせいかしら。あ、レベルアップじゃないんだ今作って。なるほど、まずレベルっていうあの概念がないのかな。どっかでセーブしたいな。待って、セーブしてこよう。ちょっと一旦戻ります。さあセーブしてきました。で先に進んでいきましょう。よいしょ、これ剥がして、ほい。で最初ね見たここに入るということか。さあいよいよお口に突入ですわ。中はどうなってるのかしら。どうなってるんだろうね。ここセーブないの。そもそもなさそうですね。入ってこ。あ、ここにあんじゃんセーブ。オッケーオッケー。あ、ボス戦っぽいな、なんか大丈夫。えいえい。あれ、大きい穴が開いてますわ。ここで生き残りか。女神様は一体どこにいるの。あ、マリアさん、あれ何かしら。何、なんか見つけた。あ、やばい。地面がボロボロだなんて浮いてて分かんなくてごめんなさい。肉か。ところでさっき上から緑の変なものが見えたんですけど、あれ一体何だったのかしら。何変なものって。おお、何何何何何これ。おお、これか、土神様だよね多分。何ボスっぽい。土神様、これって折り紙。きゃー、大きい、かっこいい。お絶対違うだろう。やばいんじゃないこれ雰囲気が。土神様は折り紙にされてもお話なんかできないみたい。こうなったらバトルして静まってもらうしかないかも。おっしゃ、テロで伝えていきましょう。土神様対決ね。土神戦、さあ初のボスバトルですね。キャー、さすが神様ですわ。よく見たらすっごく強そう。中の甲羅の折り方もカチカチのこっちこっちでとっても硬そうですわ。でも腕とか足とかとてもなさそう。あ、じゃあそこが弱点ってこと。でも尻尾が弱いってね言ってますよね。あれマリアさん、ボスバトルは今までと戦い方がちょっと違うみたい。確かに真ん中にいないですよね。土神様がドーンとリングのど真ん中にいるから攻撃が届かないかも。土神様の近くには行くにはどうしたらいいのかしら。上にいろいろ落ちてるけど、ところどころある矢印は捨てる方を進むってこと。なんだかあれが怪しそう。ほうほうほう。ねえマリアさん、試しに目の前のここに矢印を持ってきたらどうでしょう。何事もまず初めの一歩からですわ。土神様って言ってる。あのチカチカしてる矢印を赤い丸のところに持っていくの。あ、なるほどね、いつものバトルと同じようにまずリングを並べればいいのかも。どういうこと。これを、そう、そのリングです。これを回転させて矢印を丸のところに持ってくれば初めの一歩になりそう。どういうこと。わー、やった、私の予感青バッテリー。やっぱり矢印を並べて土神様のところまで行くルートを作ればいいみたいです。なるほど、矢印を踏むとそのまま次の矢印まで進み続けるみたい。あれね、でもルートは土神様のところで終わっちゃってます。それじゃあたどり着けても何にもできないですわ。あの拳マークじゃない、ね、あ、攻撃するのは多分あのパネルじゃないですか。
あのアクションパネルも丸のところに持ってくればいきます。 OK。 そう、そのリングを回転した、はいはい。 OK、 こうね。おお、そういう感じ。マリオさん大成功、月神様のところにたどり着きましたわ。さて、いよいよ月神様に攻撃するんですけど、選んだ攻撃方法によって攻撃する場所も変わってくるみたい。あっちこっちこっちこっちじゃないところを狙いたいですわね。なるほど。え、どうすればいいの。とりあえず亀をいじめないで、甲羅硬そう、足を狙おうね。ヒラハンマーでやってこう。ほい、お、引っ込んだ。やったー、やっぱりこっちこっちこっちじゃないところは攻撃が効くみたいですわ。今度は月神様の攻撃が来そうです。ガードしないと痛そうですわ。月神様の攻撃を合わせて、はいはいはい、ガードね。さっきもしまうよ。ハンドプレス、痛い痛い。はい、そうです、マリオさん、痛そうな攻撃でもガードでダメージ減らせますわ。これを繰り返していくってことか。次はどうしましょう。右手を攻撃してみます。そっちね、 OK。 じゃあどうつなげたらいいのかしら。ああしてこうしてこうしてあして、難しいかも。さっき教えてくれたやん難しくないやん。何あのかける2倍ってさ、攻撃力アップするってこと。とりあえず、あっちに行くんでしょ。こうだ、オッケー。さすがマリアさん、続けて攻撃ですわ。ハンマーで、よいしょ。すっごい超装置、その調子。結構難しいな。ハンドプレス、ハンドプレス、ハンドプレス。矢印をつなげろ。さすがマリアさん、もうバスボスが分かってきちゃったみたい。はいはい、他のパネルもいろいろ気になりますわ。 OK、 頑張りましょうね。おい、 OK。 でここを叩いていく。おい、で引っ込んで敵のアクション、はいはいはい。そろそろ回復したいな。あそこにハートがある。こうかな、2倍。はい、 OK。 でハンマーでもいいや、なんでもいいんだよ多分。もう一回できんの。じゃん、あアイテムしようかな。回復したい。よいしょ。おお、10。パワーアップしてるね。で回復して。オッケー。さあ次は。はいはいはい。オッケー。ほうほうほう。キラハンマー。次は尻尾。危ね。これでいいよね。もう一回キラハンマー叩いてやる。でしょ。おお、めっちゃ痛かった。あー、尻尾がとても痛そう。あら、土神様の様子がなんだか怪しいですわね。でも足も出ない、今のうちに何とかできないかしら。ナイス。なんか手が増えた。あ、あれってもしかして神の手の魔法陣。はいはいはい、神の手使っちゃいそう。ルートの最後に置くといいかもしれません。なるほど、 OK。
おう、届くの。神の手発動。掴む。え、投げる。ほい、マリアさん今よ、一気に決めちゃえ。握る。お、来た。おー、ライケ。あ、ちょっと一言いいんだ。なんだなんだ急に。はい、周りに気をつけて、振りすぎ注意でお願いします。あ、リアルの話。はい、オッケー。おー、ライケ。ぶっただけ。おい、やった、お見事です、マリアさん。え、ちょっとボスバトル難しいですね。慣れたら多分簡単なんかな。さあ、手紙様撃破。結構時間かかっちゃったな。これで本物の土神様が出てくる的な。お、奈良の本。え、土神様が随分小さくなったみたい。これ何？土神の書。これでいつでも呼び出せる的な。土神様が書？あ、これって土神様の折り方が書いてあります。ほう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 、自分の折り方を教えてくれたのかしら。そういうこと？なるほど。はいはい、山折りで、ああなるほどってわかんの。谷折り。なんとか土神様の折り方を覚えましたわ。なんだか土神様が私の中にいるみたいな、そんな気持ち。あ、これで、この魔法陣私が代わりに使っちゃったりして。お、力解放。え、なに、土神になるの。なんだこれ。おーおーおお、はいはいはい。そして取って、おお、取って、はい。土神様。おお、なるほどね、変身するんだね。マリアさんどう、私土神様みたい。おめでとう。今の私はとっても神様気分。いざってどうにかできちゃいそう。よーし、それじゃあ早速。自分がなるのね。盛り上げますわよ。イエイイエイ、ヘイヘイ、エビバディ。なんだこれ。ヘイ、フレーフレー、上げろ、持ち上げろ、上げろ。なんだこれ。おー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 、あ、土管がある。ヘイ、イエーイ、 Thank you。盛り上がったでしょ。私、土神様の魔法陣が使えるようになったみたい。早速この力で見放したらばも盛り下げちゃいます。 OK、 じゃあ行きましょう。待って、一旦セーブするか。で、この先で見放したらまで進んで今回は終わりかな。ふい。さあ、これはどこに繋がってるんでしょうか。お、どこに乗ってるの。土神様に乗るなんてバチ当たりだ。今倒してきたで、土神様。僕たちのお祈りの邪魔しないでよ。ごめんごめん、もう一回変なの。わーわー、何すんの。面白いな。とりあえず向かいましょう。はい、ということでようやく外に戻りました。あ、店やってる。おみくじ1回100円やるか。何が出るかな。あ、大吉やろ。大吉。おお、大吉出た。いい拾い物があるかも。なんだろう。あ、これか、キラハンマー。嬉しい、楽しい、超便利。はいはい、何言ってんの。タイムプラス。バトルが始まるとバトルのタイマーが伸びる。2000コイン高っ。ガードプラス減らしてくれる。ハートプラス HP 増やしてくれる。キノピオチャイム、新
たりに困っているキノペがいると音が鳴る。買った方が得ですよね。とりあえずこのタイマープラス、これアクセサリーってことは常時ってこと？はい。あ、でも結構するな。ガードプラス、メダリハートプラス、まあ、必要に応じて買っていけばいい。キノピオチャイム、これ一気に減った。オッケー、売り切れ。また新作を追加予定。とりあえず見晴らしタワーに行きましょう。お、ねえマリオさん、 HP がアップして本当に強くなったか見てみたいです。今のマリオさんならクリボーくらいハンマーか踏みつけるだけでバトルズにやっつけられそう。あ、そういうこと、楽して倒せるってこと。じゃあ、ウェーイ、本当だ、ウェーイ、最強だな。お、助かりました。マリオさんもヘルプが欲しいって思ったことありません？はい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 、オッケーオッケーオッケー、ありがとう、バイバイ。はい、ということで見晴らしタワーだけ見つきました。さあ、とりあえず使っていきましょう。神の力、さあ中をスキップしようさっき言ったから、オッケー、よーし、盛り下げますわよ。今度は下げてくれ。どっこいしょー、よいしょー、よいこしょー、ヘイ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 、おお、すがやな。ほら、綺麗に盛り下がっちゃいましたわ。オッケー、どこにいるのこれ、わかんない。あ、いた、はい、ありがとうございます。さすがにこんな看板の裏とは思いませんよね。確かに分からんわこれ中にセーブポイントとかあるのかな。見晴らしタワー入ってみましょう。おー、見晴らしタワー、今度は登っていくのかな。わー、美味しそうなバナナ。あら、マリアさんの大好きなキノコもありますわ。あ、違う、絵が、絵か、すっごくリアルで間違えましたわ。あ、マリアさん、真ん中に大きなスカスカな穴、これだけ大きいと、カミピュラがたくさんいりそうですわね。確かに、集めてこなきゃいけないのかな、じゃあ。オッケー、入ったわ。とっても大きな穴だったけど、なんとか下がりましたわ。お、あら、これってもしかしてお兄様のお顔かしら。あ、とってもお上手のんきすぎない、タメの絵と同じ方が描いたんですよね、きっと。え、兄上、これってもしかして兄上を知ってる誰かが描いたってことかしら。そうだろうね。大丈夫か、よいしょ、痛い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 、無理に引っ張ると破れちゃいます。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね、セーブブロックがないんですが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回見晴らしタワーを、登っていって、その先には、ね、何があるんでしょうか。はい、ということでチャンネル登録コメントもしております。また次回お会いしましょう。さらば。